だからそんなのいいって言ってるだろ。それより早く帰ってほしいんだけど。え、まどかさん。ハンドレッドノート。はあ、おはよう。おはようございます、まどかさん。寝起きの一杯何か飲まれますか？そうだね、任せる。ではすぐにお茶を入れますね。新作のフレーバーですよ。そうそう、今日は人気のお菓子も手に入ったのでお茶受けにお出しします。やったー、お待たせしました。ありが、うん、ケンゾー、そういうのよくないよ。え、そういうのとはお茶の気分ではなくなりましたか？そうじゃなくてさ、もしかして僕のことバカだと思ってる？え、あ、私何か失礼なことをしてしまいましたか？いや、もういいよ、さっさと帰って。フレーバーがお気に召しませんでしたか？それともお菓子が？あ、そうだ、まどかさん用に新しいクッションを買ったんです。すぐにご用意しますね。聞こえなかった？僕帰ってくれって言ったんだけど。ですが。分かった、じゃあ僕は散歩に行く。帰ってきた時にまだいたら本気で怒るからな。え、まどかさん、そんな。まどかさんが自分から外に出ていくなんて、そこまで私の顔を見るのが嫌だったのでしょうか。まどかさんに嫌われてしまったら私は。ただいまー。って健三、そんなとこで何しとるんや。私が何をしていようと誠一君には関係ないでしょう。そんなとこで這いつくばっといてよう言うわ。あれ、エミは？まどかさんはお散歩に。なんやて、仕事でもないのに外に行くなんて珍しいこともあるもんやな。あ、健三はついていかんかったんか？お供します、まどかさんとか言うて無理やり同行しそうやけど。それはどうやら私、まどかさんに顔も見たくないほど嫌われてしまったようで。はあ？どういうことや？わかりません。急にご機嫌を損ねて、もう帰れと言われてしまって。なんやそれ。あー、でもなるほどな。道理で何ですか？まさか理由を知っているとでも？いや、それは知らんけど、俺はただ。知っていることがあるなら教えなさい。さあ早く。ちょ、落ち着けや。これが落ち着いていられますか？もしこのまま本当にまどかさんに嫌われてしまったら、私はどうやって生きていけばいいのか。わかった、一緒になんか考えたるから。私は誠一君に助けられるほど落ちぶれてはいませんが、仕方ないので協力させてあげましょう。それが人に物を頼む態度か。前はで何をしてエミを怒らせたんや？それが本当にわからないんです。起きてきたまどかさんに紅茶とお菓子をお出ししただけなので、いつもと違ったことといえば茶葉とお菓子が新しいものだったというくらいで。だとしたらその茶が口に合わんかったとか？もしかしたら渋みが強すぎたのかもしれません。では茶葉は甘みのあるものを選ぶとして、誠一君にはお菓子を作らせてあげましょう。チョコレートクッキーでお願いします。なんや言い方がムカつくけど。まあ作ったるわ。あ、紅茶が甘めですからチョコはビターにしてくださいね。へえ。にしてもエミが健三を嫌うなんて考えられへんけどな。いっつも甘やかしとるし。当然です、まどかさんを甘やかすことに関しては誰にも負けないと自負していますから。口うるさい俺なんかより健三の方が来やすいやろうしな。はあ、なんやそのでっかいため息。今のは喜ぶところちゃうんか？指摘するのも腹立たしい。そんなに鈍感でよく生きていけますね。その頭、脳の代わりに石が詰まっているのでは？俺なんでこいつのために頑張らなあかんのや。おっしゃ、できたね。どれ？うん、まあ及第点でしょう。茶葉もまどかさんが好きそうなものを選びましたし、これで許してくださるといいんですが。ただいま。まどかさん。お、ちょうど帰ってきたで。聖一、何いい匂い。お、健三、まだいたの？あ、すみません。ですが、ほら、このクッキーは聖一くんの手作りですよ。まどかさんもお好きですよね。はあ、ちょっと聖一、なんで健三に協力なんかするんだよ。おかしいだろう。まどかさん、やはりそこまで私のことが。いや、こいつがどうしてもって騒ぐもんやから。健三の顔見たらそんなことさせてる場合じゃないってわかるでしょ。顔？まどかさん、私の顔が何か。まさか本当に気づいてないの？健三、顔色最悪だよ。え？言われてみれば確かにいつもより調子が。でしょ？だからさっきから早く帰って休めってずーっと言ってるのに。健三、そういうのよくないよ。え？そういうのとはお茶の気分ではなくなりましたか？そうじゃなくてさ、もしかして僕のことバカだと思ってる？え？だって健三、今すごく顔色悪いよ。もしかして体調悪いんじゃない？私、何か失礼なことを。ねえ、ちょっと聞いてる？すみません、全然記憶が。僕がいたら帰りづらいかと思ってわざわざ席を外したのに。まったく、健三ってたまにずれてるよね。なんや、そういうことか。てっきりエミに嫌われたショックで青い顔しとるんかと。では私はまどかさんに嫌われたわけではなかったのですね。は？僕が健三を嫌う理由なんてある？まどかさん、私これからも誠心誠意お世話しますから、未来永劫よろしくお願いいたします。分かってるから、もう休みなってば。仕方ないな。ほら、ここで寝なよ。でもここはまどかさんのお布団。いいから、今日はここでこのまま寝なよ。ありがとうございます。あれ、なんだか急に目が回って。ほら、言わんこっちゃない。エミの世話する前に自分の世話もしろっちゅう話やな。おかゆでも作ったるわ。全然気づかなかった。聖一くんはともかく、まどかさんに迷惑をかけてしまうなんて。でも。何？いえ、こうしてまどかさんがそばにいてくださるなら、たまには体調を崩すのも悪くないかもしれません。見てくれてありがとう。おやすみ。チャンネル登録と高評価もお願いせえや。いいじゃないですか、それくらい。他の動画もぜひ見てくださいね。エミを甘やかすな。